S 様にちょっと期待した。ごめん、はい、すみません。なんと失ったおじさんが見張る新潟に来るからサオちゃん勧めた。ありがとう。嬉しい、ありがとうございます。今日も会えてよかったです。よかった。なんやかんや毎日配信は続いています。もう今が何日目とかなのかもわからないけど。あ、マリーありがとう。ハートもありがとうね。流れ星もハートも。今日も10時までなので、10時、10時までなので、サイン付き生写真が今日までだね。あ、そうです、ありがとう。133日で134日になる。すごい、もう1年の3分の1くらいやってるっていうことでしょ。すごいやってるよ私配信。サイン入りの生写真の画像が公開されたけど可愛かった。あ、本当？よかった。なんか今回のシングルのは基本的に顔が腫れてて、だから私的にはなんかシングルの生写真よりもいつもの生写真の方がおすすめだからちょっとあれなんですけど。あ、ライバーお前、ドルお前ありがとう。かわいい、ありがとうね。ありがとうね、お手紙ガラありがとう。今日花江さんのお誕生日、そうおめでとうございます。またぎしてたのかな。こんばんは。フルコン終わってずっとやってる。そうなんです、なんか前回の S かわいいの時からずっと毎日配信してる。ん？あ、ありがとう、アイドル。やっぱりリアルで会うのが一番。嬉しい。なんで顔腫れてたの？あの親知らず抜いたあの後だったから。そう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 、133日の途中からだけどサフリーに出会えてこちらとしては嬉しい。こちらこそありがとう。あ、ありがとう、タコさんありがとうね、たくさん嬉しい。アイドル、ライバーもありがとうございます。サフちゃん牙抜いた。でも私刃とかはもともとさ、ない、ほら普通の普通の歯。あ、待って、ありがとう、タコ、たくさんありがとうございます。アイスもありがとう。そう、刃ない、あの私も矯正してたからめっちゃ歯並び上綺麗なんですよ。自分で言う。やっぱ矯正してたから、矯正してただけね。そうあります、やっぱ効果が出てる。そう、待って、ありがとうね、たくさん、ハートもありがとう。普通に歯並び綺麗、嬉しい、ありがとう。そう、ハリーさんが今なんだ、何してるね。そうなの、矯正かな、なんだろう。私矯正小2からしてました。めっちゃしてるでしょ。多分スタートが早かったんですよね、他の人より。だから終わるのも早くて小5には終わってました。小6とかには終わってた。あとありがとうね、今日もアーモンド効果。そう、今日もアーモンド効果、あと残り1個しか家にないんです。週末名古屋かくない、サボちゃんがない、もとも当日券。当日で来てくれるの嬉しい。別教室大事。うん、そうしてくれて、そうこればっかりは親に感謝。今月公園に行けそうな日が25日だけなので、この日に限ってサボちゃんいないから。そう、私平日いないんです今月。ありがとう、タコさん、たくさん。こんばんは。アーモンド効果ノーマルのやつ、これは砂糖不使用ってやつ、なんか甘、あんまり甘くないやつかなです。ママのおかげかしら。本当にそうだよ、矯正させてくれてありがとうって感じ。小児科小6って大変だった。そう、私なんか前歯が生えてこなくて、なんか骨と同化しそうになってるので、矯正しましょうみたいな感じだったからちょっと大変でした。買ってこようと、お揃い界隈。あ、ありがとうね、タコも、ありがとう。パックの豆乳とか飲んでる？豆乳全然飲んだことないです。卵でさざに見えさまちゃん、こんばんは。あ、ありがとう、マリモありがとう、ありがとう、タコ。同じく自分も14日のおしゃべり会当日券あれば、サボちゃんとこ行こう。ありがとうね。スポーツ系は自分で、なんだ、全部星になってる。やばい、星が多すぎてこれも分かんない。ありがとうね、タコも。
はじめまして、さこちゃん。オンラインでおすすめの部ある。オンライン予定表を見ないとわからない。オンラインはあ、オンラインあれです、お生誕おしゃべり会します、15日にそう。でもそれ以外だったらね、10月20とかは猫耳つけますよ、はい11月にもうさぎの耳をつける、はいそう、そうなんです。あ、かわいい、ありがとうね。アーモンド効果どんな効果ありますか、わかんないです。でもなんか食物繊維取れるって書いてあった。そう、待って、コメント読めなくなっちゃったね、画面が固まってる。みんな、あ、動き始めた、びっくりした、よかったよかった。テロップは生誕おしゃべり会かな。あ、テロップもういいや諦めた、テロップ生誕ティオソロ、そう、うん、今日ミミさんからサホちゃんのコースあげてきます。あ、そっか、犬耳、犬耳する。じゃあ犬耳買う、犬耳買うか。じゃあ次の23日のどっかの部で。犬耳ってどこに売ってるの？イボスさん、ありがとう。犬年だし、確かに固まってる、今なら言えるあれ読めるな。うさ耳はね、ドンキに売ってる。あ、ドンキに売ってるのか、買おうかな。じゃあ次の 23? なんかみんなもさ、たくさん毎回来てくれる方とかもいるから、なんかずっと同じなもんあれかなって思って。そう、うん、そう、これ私がコメント遡ってる時に固まっちゃう。さみみの、あ、楽しみ、ありがとう11月2だね、それは。長岡のオフラインが楽しみすぎね。もうすぐだよ、今週の末です。秋田はそこでおしまいですよ、どういうことだありがとう、バラも、こんばんは。マシーさんがくれたウサミには見れるのかな、それが11月の2、11月2マリーありがとうね、なんともありがとう。犬耳つけてくるといいかいけるもんなら毎回行きたいのだが。ありがとう、来てくれてるじゃん、こんばんはヘアクセだけでも結構印象変わって新鮮だったよ。確かに、そっか、次は私次のオフラインでセンタンティーを着るんです。なんか前回届くか分からなくて着なかったから、ムシーさんからいただいたお洋服着る予定ある？それはないそれはないね、あ、うーん、うさ、あ、でもな、冬なんだよな、もう、ハイブ長岡7部8部緊張緊張しないね、ありがとう。まさかあの耳がサオちゃんの元に行くとはな。確かにそうですよね前回お揃いできなかったから楽しみ、嬉しい、こんばんは。ゴチャでマシーさんの偽物見た情報ね、偽物だったってやつ見ました。前回まさかの会場受け取り、そう、まさかのまさかの前回俺だけさ、たりそう、なんかさ、お見送りの時みんなが来てくれてたからさ、めっちゃ嬉しかった。なんかそう、そうなんです前先輩が耳つけてたよな。そうなの、知らなかった。なんかウサギの耳つけてるのは見ました14日は長岡博多から行ける。お、質問情報するね、あれね、そこはね、何だったんでしょうね。こんばんは、あ、結婚してありがとう、来世で東京オフ会5日は何系お洋服？5日は2部にももちゃんと洋服交換します。3、4はまだ決めてないから決めてないから多分私服着ます。私全然コスプレしない、6日のセーラー服くらい。あ、じゃあブレザーにしようかな。ね、ブレザーにしようって思った今、どう思いますか？いいよ、いいと思う。
あ、でも持ってくのか東京に。大丈夫で結婚しような、しようしよう。まあ、あ、アイドルありがとう、ほんといいよ、あ、言ってる。4部だから楽しみ。お、ほんと？ありがとう。東京のおすすめ教えてください。いや、部ってこと？おすすめは私2部と8部って書いてる。多分8部がおすすめなのはセーラー服の最後だし、みんなお見送りに来てほしいから8部が最後です、あのおすすめ。そう、家にブレザーないの？じゃ、違う違う、東京に持ってくのがってことね。だって今新潟にあるからさ。いいよ。全然時間関係、あ、今でもいいです、今着ないです。家から着ていけば荷物減るのでは。あ、確かに家から着てって、もうそれは実家に置いてっちゃう。もうだって着ないし。今年卒業するから。え、そしたら帰りの荷物もうない。天才、天才です。セーラーサボちゃんとブレザーサボちゃんどっちも好き。あ、ブレザー好きです。了解。じゃあももちゃんレインでサボちゃんの服見てくる。ねえ、いい、私のところに来てくださいよ。実家に送るしか、確かに。千葉に行きます。嬉しい、ありがとうございます。天才、やった。もうブレザー着ないの、あのなんちゃってをみんなの前では着るから。ブレザーっていうかブレザーは着ない、多分カーディガンだ、ごめんね。東京流通センターの通学。確かに卒業するの、え、今年の3月、あ、来年かの3月に卒業です、高3だから。あ、バラありがとうございます。9月8日のおしゃべり会は何から始まるの？え、全部生誕ティーにしちゃった、どう？え、やだ。どうとか言ったけどもう書いちゃったからな。うん、じゃあヘアアクセを変えますね。東京のおすすめの観光地教えてください。観光地？東京タワー。部屋の荷物も減るから一石三鳥ぐらい。え、そうだよ、そう。ありがとね、バラもハートも。サボちゃんにしか行かない。お、やったね。衣装新潟まで持ちしましょうか。え、だって、持ってってくるの。昔から東京タワーすね。東京タワーいいじゃん、なんか。東京タワーいいよね。実家に帰らせていただきますね。帰ります、多分。今時の JK の着こなしを披露してくれるの、着こなしハードルが。どうしようか、そうですね、普通に着ますね。あ、ルーズソックスとか、あ、でもな、ルーズソックスなんかあれだから、萌え袖サホちゃんもみたい。カーディ、私ね、腕長いのね、カーディガン大きいサイズ買わないとね、燃え袖にならないんですよ。こんばんは。なんかさ、身長よりもなんか腕長い気がしてて、そう今月どこだから帰省するらしいよね。全然帰ってないからね。そう、サホちゃんが現れるだけでよき。サホちゃんハイソックス派。私ハイソックス派じゃないです、普通の短め。ハイソックス派は珍しいよ。でもなんか昔の AKB さんのミュージックビデオとか平成の時のさ、女子高生はやっぱハイソックスだよね。じゃあアーモンドコカ。アーモンドコカ関係ない、絶対。ニーハイっているの？実在する？それコスプレだけじゃなくて。イングスパンで身長より長いってやばい。え、絶対それじゃん。あ、133日だって今日。別に何でもないね。再配でもいいよ。なんだそれは。コンハイ、コンソックスがめっちゃ似合い。そう。おお。衣装、ジャージでもか。ジャージか。ジャージないな。うん。去年からハイソックス流行ってるらしい。嘘。見かけないけど。初見です。ありがとう。去年から流行ってるの？ルーズソックスは流行ってるけどね。采配太ももであるやつ。ええー、そうなんだ。アニメだ。アニメの世界だね。部屋着でもいいやで。一人だけめっちゃラフな格好で現れる。パジャマ希望。あ、パジャマか。パ
パジャマな、可愛いパジャマがあればだけどな。ジャージとしないを持っていたらヤンクミじゃん。あ、待って、たくさんお手紙ありがとう。待って、ありがとうね。ありがとう。どうもありがとうね。こちらが配属するしか。長ズボンだったら見えないじゃん。新潟と東京ではソックスの入りは違うの？え、わかんないです。学校の決まりとかもあるからさ、わかんない。 TikTok の顔がいい、じわる。めっちゃわかるな、あれじわるよね。可愛いパジャマ送るか。受け取れないんだよ。ありがとう。来てそのまま会場で。なんかさ、モーニング娘さんだっけ、なんか起きてすぐライブだったドッキリみたいなやつありますよね。ありがとう。待って、ありがとう。ハートも誰ももたくさん。そうだね、多分私は短いですか。どうなんでしょう。こんばんは、こんばんは。ありがとう、レインボースターも。ハートもありがとうね。リクルートスタイル。リクルートスタイル。美脚しか買ったの嬉しい、ありがとう。ありがとう。学力テストは毎回年が面白い。なんだろう、これとかステージ関係の悪魔はまだ見てない。え、見てないはず。なんか嫌な夢、この前めっちゃ怖い夢見て、あれこの話したっけ。めっちゃ怖くて、本当に怖すぎて夢占いしたら、なんかそんな悪い意味じゃなかったからいいんですけど、アーモンド効果畳まれてるよ。怖かったね、畳まれてるよ。あー、いつか劇場でパジャマのライブ。え、それはいいね、かいい夢。今日のさほちゃん透明感すごい。嘘、ありがとうございます。なんでだろうね。結局なんだった、聞いた、あれ、悪夢、悪夢の話したっけ。私なんか部屋に強盗が入ってきてっていう夢を見たっていう話したっけ。あー、レインボースターありがとうございます。めっちゃ怖い夢見て、あれこの話ね、してたらしてたっていう、まあもう一回聞いてください。めっちゃ怖い夢見て、そう、それ聞いてない。そう、部屋に強盗が入ってきたんですよ、夢の中で。でバイクで入ってきたの。窓から強盗が入ってきて、でブーンって来て、でやばいって思って、聞いてない、あ、よかった。そう、めっちゃ怖いじゃないですか、まずこの時点で。でそれでドアの隙間から見たら私がいるってことがバレちゃったの、強盗に。でやばいやばい、バレたと思って鍵閉めたの、一旦部屋の。そしたらなんか強盗がなんか油断したのか分かんないんですけど、向かいの、なんか私なぜかビルに住んでて、ビルの向かいのビルに飛び移ろうとしたんですよ、その強盗がバイクで。でそれで飛び移ろうとしたら、その強盗が失敗しちゃって落ちてっちゃったの、下に。で見えなくなっちゃって、強盗が、あ、助かったって思ったら仲間がやってきて、その強盗の、もう面白い、めっちゃ怖いよこれ夢で見たら。そう、窓がやばい。そう、それでもう多分強盗さんはちょっとお亡くなりになられちゃって、でも仲間が来たんですよ。仲間が来て、あー、もう私たちもダメだってところで夢から覚めました。そう、でも一人強盗はお亡くなりになってしまった。天国へのカウントダウン失敗。確かにちょっとコナン味があるけど、そのホーリーインスパイダーマン。なんかこの夢本当に怖くて面白くないです、めっちゃ怖かった。ページではない、違う、なんかめっちゃね、ちょっとぽっちゃりしてたね、男の人だった。黒い顔は見えてないです、なんかヘルメットしてた。どうやって夢占いしたんだろう。なんか夢占い強盗。夢占い強盗助かったで調べました、一応助かったから夢の中で GTO なんてして。そこで平次がバイクで登場。助けに来てくれるの、おっか。なんかでも実在する人じゃないと思う、見たことない。めっちゃ記憶に残ってるこの夢。あ、ありがとう、マリアイドル王もありがとう、たくさんありがとうございます。そう、夢占いしたらなんかあんまり悪くなくて、あ、ライバー王もありがとうございます、ハートも。
起きる時に声出なかった、出なかった。私金縛りとかはあったことがなくて、夢見たら調べちゃう、そう調べちゃうの、なんか雲とか出てきたり調べるし、そう、なんかコントリしたことどういうか、ね、あ、ありがとうライバオ、アイドルもありがとうございます。指名犯だったことか、怖い、それは過去に見たコナンの合わせ夢だありえる、ありえるんだよな。脳ってなんだっけ、夢ってさ記憶の整理とか言うじゃないですか。あ、結婚してありがとうね、なんとかり、あーね、欲しいなよ、教えて、なんですか、ありがとう。ハートも雲食べるの、雲食べないよ夢で雲が出てきた、初夏にオフラインしてると弟の時が怖すぎる顔見えなかった、ね、そう、ナイスだよナイスですよね、そう、ありがとうね、結婚してありがとう。ハートも、もう48分、あっという間ですね、私がいつも遅いから。直前に何かテレビ見てなかった、見てなかったはず、なんか見たっけな、ドラマ見てます。でもおしゃべり会で覆面をかぶってしてた、ごめん、それは怖いバイクはまだ突き破ったの、え、夢だったからな、どうだったっけ、でも多分突き破ってるんじゃないかな、ぶっちゃり私かも、なわけないでしょなわけないでしょ、違いますよ。まだ夢にサホちゃん出てきたことないけど修行不足だ、あ、それは寝る直前に私見てないからですねこんばんは、物語風の夢の続きめっちゃ見たい、わかる、え、でもたまに夢続き見れるよね。ハートありがとう、近いの時寄ったから、今日の夢はその続きかな。え、夢の続きめっちゃ私連ドラみたいな感じで見ます、5回とか普通に。さあ、サホちゃんの配信久しぶり、前髪が前と違うかも、お、なんでわかったの、前髪流す方向変えたんですよよし、バイクの免許取らないと、バイクの免許か、車の免許取ったらさ原付は取れるけどバイクは別なんですかね、しまったらそこで放送してお腹になったらなぜわかった、首もげたりした、え、なんか下に落ちてっちゃったからわかんないけど、生写真枕の下に入れて寝ると夢に出てくるって聞いたじゃあそれをみんな試してみてもらってなんかバイクに乗ってラブラに行きにくいわ、なんでよいいじゃん、うなされませんか、うなされてることもあるのかな、どうなんだろう、夢の中で夢って気づいたことある、あります、それはある、これ絶対夢だなって思ったことある。バイクのことはクバの王子様なのかしら、絶対違う、連ドラみたいに見えるって、あらすじからあるの違うよなんかこれ続きだなって、そう、夢の続き見るの、そう、めっちゃ見てるけどサホちゃん夢ってこない、どこ行ってるサホちゃん、サホちゃん出てきてないんだ、なんでだバイクは別に免許より、あ、そうなんだね、ありがとう、原付で見るあたりやばすぎ、確かに車の免許だと原付まで、あ、そうなんだ、夢にオタク出てきたことある、どうなったっけ、夢の記憶ってさ持続しないから、でもないことはないはず、なんか特定ではないけど絶対劇場とかの夢は見てるはずだから出てきたことはあるはずです。では強盗の生写真やだ、スーパーカミのってサホちゃんイメージ、どういうこと同じ夢はリピートする気、あるよね、リピート、私よくちっちゃい時解決ゾロリがなんか連載的な感じで出てきてました、夢に解決ゾロリめっちゃ出てきてた、結末気になる夢だな、わかる、仕事してる夢見て起きてまた仕事しなきゃいけない続き、それは辛い、それは辛いよ、バイクでつなったりとかサーカスでやってるそうなんだ、お疲れ様です、ありがとう、イシシとノシシのクイズ未だに分からない、忘れちゃったもん、それ初見です、初見ですそうじゃん、ありがとうございます、でもあ、58分にあの男女読みします、ゾロリ好きだった、なんかちっちゃい時よく見てた、解決ゾロリ一時垂れ流しで寝たことあった、なんか眠になれるよね、あれなんか絵本みたいなやつもあってそれ読んで、袋の位置とかだっけ、そうだったっけ、何だったっけね、石人の石、
朝食日朝食ってやつ誰ぞろみんなみんな詳しい。そう、あアイドルありがとう。ではサボちゃんぜひ私の夢出てきてください。だから私を直前に見て寝てください。あ山下美月さん卒コンの夢出る、そう決まりましたね。ちょっと前1週間前ぐらいだっけ、どんぶらくん早くサボちゃんに会いたいってね。ちょっとそれ私もなんだけど、ももちゃん私最後にももちゃんに会ったのさ、お渡し会です。30日、全然会えてないんですけども、けれどもお渡し会なんですけれども。え、まそうで、私こんなにももちゃんって会ってないことないんだよ。こんなに会ってないことないってぐらい会ってなくて、やばいよね。そう、どうしたらいい、会いたいんだけど、うのほがさこちゃんに会って。確かにどうしよう。ねえねえねえ、食べすいません、あいよ謝らないで、配信してるから行ってみよう。え、行こうかな行こうかな、やばい、会いたい会いたいけど、多分もう次会えるの14日のさ、おしゃべり会な気がしてるんだけど、私会いたくて震えないと思う。会いたくて震える29日から会ってないよ。そうだよねみんな会えてないよね。私みんな最後に会ったのいつ、31日の前座で会った人は会った、どこでもドアだね、欲しい、寝起きドッキリしか、確かにカラオケ行こうカラオケ行きたいな。最近ももちゃんに会ったね、いいな、私も姫路城に行こうかなももちゃんの家に突撃、確かに勝手で私は光を見てるんです。14日に会えるじゃんみんな、すぐです割と、やった、他のお見送りかな。そっか、待って、みんなの方がももちゃんに会ってるんだけど、やばい、ずるい、いいな私会からず2週間、え会ってないな、会いたいね、本当に会いたいね。今週はいろいろお休みなのかね、うん14日のオフおしゃべり会のレンがサホちゃんとのレンがももちゃんだったらいいかも、確かにカラオケは今日行ってきた一人で、おー、何歌ったの公演とお休みはなくて14日しか会えない、14日、あおやったなんとか会にすれば、他に何だろう、ももちゃんがリモミじゃん、だって一緒の部屋で寝ようって言ってた、寝よう寝よう、うちに来て14日会えなかったら私の形じゃなくなくならないでください。サホちゃんどういうことだ、サホちゃんこんばんは、サホちゃんの声告知本当にありがとうございます。安眠、安眠にはならないか寝られる声ではない、なんか寝られる周波数の声の人っているらしいよね最近ね、朝寝覚めあるんでサホちゃん目覚まし作ってほしいで、声って送れないもんね、動画は送れるけど、こんばんはサホちゃんしか震えてるけど、会えなくて震えてるのかももちゃんまた走るレーンなのかしら、それはそうかもしれない。14日別件だけ行かなきゃ、行かなきゃいけなくなっちゃって読んだ、えねえ、また会えないってことですか、それは。お部屋片付けできた、できました、またでも洗濯しないと、サオリの声で寝れる、ああよかったよかった、みはちゃんとかつぐちゃんとか確かに寝れる、それはこんばんは、癒し、起きてプリーズいつかのスタコレで、でもパジャマ着てないからな、去年パジャマのさ、私たちがギリやってない生写真でさ、パジャマありましたよね、そう、そしてさんも確信でねと思う、それわかる、どうもマジ癒し、え、ありがとうありがとう、公演ユニット曲でバラード系の時に無双になってる人見つけると悲しいって工藤かずみちゃんが言った、でもそれは悲しいかも、見てほしいよ公園は、公園寝てる人いるの知ってますからね一回会うとリピーターになるのがサボちゃん嬉しい、サボちゃん家に来てって、行きたい、私も行こうかなとこれレジェンダリー行きたかったのに無理すぎた、あーそっか、そうもう終わっちゃったんだよね私の生誕パック、ゆみさんの声でも寝れる、寝れる15日オンライン悩み中、そうだよね、なんだな、そうだそうだ、来れたら来てほしいみんなも、でもそう前日がさオフラインだから
来れたらね来てほしいですね。マリありがとう、ハートもありがとうね。公園座ってると寝ます。寝ちゃダメ起きてて。でもあ音量、あの音量で寝れるのすごいよ。照明が目に直撃すると目を閉じたらダメダメダメ。明日は夜配信、明日も夜配信です。朝配信しないです多分。夜配信57分ありがとう。ひょうちゃん最近声で喋ってみたい。ラジオ見します、ごめんなさいカラオケとかでも普通に寝れる、それすごいよ。では13位、あカラコンさんありがとうございます。12位あきらちゃんありがとうございます。11位くにさんありがとうございます。10位とあー変わった、変わりました。もう一回最初から、あれ11位ミッキー時計さんありがとうございます。10位タムヒロさんありがとうございます。9位旅猫さんありがとうございます。8位メープルなおくんさんありがとうございます。7位はるか猫さんありがとうございます。6位ちんぼうさんありがとうございます。5位ほっしーさんありがとうございます。4位あきひささんありがとうございます。3位コミュニストさんありがとうございます。2位まんちゃんさんありがとうございます。そして1位ポメラニアンさんありがとうございます。ありがとうございました。今日も10時までメールを書きます、メールを書きます、本当にメールを書きますいらしたよ、ありがとう。こちらこそ、ね、みんなメール返信してくださいね、私読んでるからねあ、14日行く前は本当に送ってほしいかも。毎日とは言わないので、ではそんな感じでおやすみなさい。ありがとうございました。今日も、明日も、明日も何時からかな、何時からか分からないけど、ではありがとうございました。おやすみな、まだあと2分ある、粘ろうまだありがとうございました。私ギリギリまでみんなのコメント読んでる。おやすみ、ありがとうね、またねじゃあ59分だ。ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとう。